チェックチェック。先のリップからマニのやつマジで死んだ。めっちゃ痛かったからもう諦める。あっち滑ってるのは誰だと思う？桜の宮スケーターですね。いや、むずい。ホームレスの手めっちゃ汚い。ちょっと待って、水に濡らしたらあかんからやえ、何週間洗ってないこの手。拭いたりしてるって。1ヶ月ぐらい洗ってない。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。で動画を回していきたいと思います。今週はそうですね、1年に1回やってる。まだですか？行ってきます。まだですか？うわ、 M16 売ってるやん。3万円でめっちゃ高いぞね。中にもやばいな。これ結構安いけど、これガスガンやな。うん、これはロボットメイのやつやな。あ、ルイのやつあるやん。え？ルイの顔してるやつ。ふざけんなよ、おい。あ、ルイの彼女の顔してるやつやん。あ、もうそっくり。ブブー。もう公園めちゃめちゃ暗いけど、今から俺の大好きなドンキホーテがもうすぐ閉まるから、来週に閉まるから、ドンキホーテ行きます。悲しい。いつも全部ドンキホーテで買ってるけど、なんかトイレットペーパーとかシャンプーとか全部あっちに買うから、これからどうしようかな。どうしよう。ルイはいつもどこでトイレットペーパー買う？コストコとか。コストコどこかわからん。このドンキホーテめっちゃ近いからちょうどよかったけど。めっちゃ使うからね。セールじゃないやん。値段変わってないやん。
ルイの友達。全然ちゃう。ドンキホーテはジュース売ってるか知ってた。え？でもなんかちょっとダサい。ダサい。なんかもう何回も洗ってるみたいな感じ。洗濯してるやん。何それ？ビッグオーファー。はい。ルイ。スケボーもある。あ、青年やん、買おうか。はい、見てもうこのできてる。頭おかしいんじゃん。このプレスの量3枚舐めてる。で見て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 、ここここ見てな、見て、ナットのここの部分同じ高さ。見て、何これ、なんで2つ作る必要性あるの、これ何。やりすぎ系罰ゲームシリーズ、おしっこの元。フィッシャーイモン500円だよ。え、これ2つつけ、え、札付きで500円な。札付きで500円。おう、誰知らん。この辺に何にもない。いいっすね、いいっすね。今日はですね、ドンキホーテに行ってきました。ドンキホーテに行って、この一口雪の宿パイナメ味のせんべいを買ってきました。あー、見た通り、この美味しそうですね。ですね。パイナップルせんべい。4枚入りって書いてるけど、結構いっぱい入ってるんじゃないか？よくわかんないです。とりあえず、開けてみましょうか。ちょっと高級のパッケージに入ってますね。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。この4枚入りというか、この袋いっぱい入ってますね。この袋に4枚入りじゃなくて、この袋が4枚入りですね。まあ、とりあえず、開けてみて食べましょうか。このパイナップルの味がすんごいですね。ちょっとまだわかんないですね。おいしいですね。ではこの一口ゆく、この一口ゆきの、この一口ゆきの宿パイナメ、ちょっと待って、この一口ゆきのアメーバ、一口ゆきのむずい、一口ゆきの宿パイナメ味酸っぱいおせんべいは、なんというか、普通やな。すんまへん。